こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、ラーメン屋さんでお腹いっぱいになるまで替え玉を楽しんでみようのコーナーでございまして、本日はなんとこちらラーメン山岡屋さんにやってきておりまして、あれハイジー待てよと、山岡屋さんって替え玉なんてシステムないでしょっていう方もいると思いますけども、そうなんです。なんと山岡屋さん朝ラーメン限定で替え玉ができるというシステムがありまして、今回は朝ラーメンだから朝からの替え玉限界チャレンジになります。これ初めてのことかもしれません。それにしても山岡さんのこの横に長い外観めちゃ素敵ですよね。そしてもうお店のこの辺まで近寄ってきますと、豚骨の素敵な香りがガツンと漂ってくる、山岡さんのこの感じ大好き。それでは入っていきましょう。わあ、ワクワクしますね。さあ入店してまいりまして、券売機こちらになりますね。そして朝ラーメンはこちらありますね、右上に。なのでこれを注文しつつ普通盛りで、さあというわけで今席に着いたわけでございますけども、やっぱり山岡さんのこの席の雰囲気ね、このシステム、このボックス席がありながらの中を店員さんが通っていく、このファミレス感と牛丼屋さん感が合わさったようなシステム、斬新だよね。で調味料各種取り揃えられておりまして、もちろん魅力的なメニューぶわーっとあります。そしてなんと今はあの名物の漫画コーナーは封鎖中でございます。こればっかりは仕方がない。朝ラーメンの片面になります。いただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。さあ早速やってまいりました、朝ラーメン。いや美味しそう、美味しそうだね。やっぱりね、ご覧のように朝は山中さん塩なんです。塩豚骨っていうべきですかね。うわ美味しそうだね。でこのレンゲとさ丼の色もやっぱり山岡さんだよね。でそこに赤が入る感じで、レンゲの裏にねエンテックメラミンとか、あそうなんだ、そういう感じの材質なのかなとか思わせてくれる感じ、他ではなかなか見ることができない光景な気がしております。いただきます。まずはスープからいかないとね、青ネギもがっつり入ってくるんですね。味の駆け込み乗車ラッシュアバーの山手線、やっぱうまいな山岡さん。これね朝ラーメンだからあっさりしてるんでしょって思うでしょ。でもねこれね山岡さんのいつもの超凶悪なスープとまではいかないまでも、ちゃんと豚骨のギトギト感も味わえます。なんでしょうこの朝から暴れん坊の感じ、すごいよね。あ、麺はこのような感じでございますね。ご覧のようにちょっと黄色くて、今回固めで注文してみました。めちゃうまい、めちゃうまい。歯切れのいいストレート麺、パツ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 噛むごとに奥からの甘さ、麺自体の甘さが出てきて、それがこの塩スープと絡んでくる感じ、極上です。いやうまい。で皆さんお気づきかと思いますけれども、上にもねいろんなトッピング、海苔、チャーシュー、そして梅ペーストがあるんです。朝ならではですね、朝ならではの梅ペーストがあるんですけれども、今回替え玉をスープなくなるくらいまでできたらいいかななんて思っている中で、まだ上の具材には手をつけずに下から麺をこう引っ張り出していくといった味の坂井正樹先生隠し芸大会やりながら食べてます。結構麺食べてあとこんくらいしか残ってない状態の時にもう替え玉いくというテクニック使いましょう。あれ梅がなくなって 梅消えてる、大丈夫、大丈夫かな。替え玉をお願いします。普通で、ありがとうございます、はい、お願いします。この絶対に食い逃げを疑われない山岡さんのシステムいいね。ありがとうございます。いただきます。はい、失礼します。さあ替え玉来ました。
凍った丼型のお椀に乗って海藻が来る感じも独特。硬さは普通にしましたね。ではちょっとぐわっと、せーのと、はい、ドンと。で、梅ペーストはもう一回こっちに逃がしておりますから安心してください。後からね、いきますから。で、ぐわっと混ぜていきます。よいしょ、よいしょ。もうじゃあ、海苔ね、海苔はもうここで一回使っちゃいましょうか。はい、うわー、うわ、たまらん。うん、ナイスオイリー。やっぱりガツン、2杯目もガツンとくるね。ちゃんとガツンとくる。2杯目はね、ちょっと上から胡椒も振っておきまして、さらなる濃さを堪能していき、ちょっと先梅だったね、もしかして。うん、めちゃめちゃ美味しい。ガツン感増して、お腹からしたら、あれ、今日の目覚まし時計ヘビメタですかみたいなこと言ってくるような感じのにぎわい見せておりますけれども、ここでこれをね、ちょっとずつ溶かしながら、ちょい溶かししながら、これをすくって食べるといった感。あ、さっぱりいくつもりがチャーシュー出てきた。チャーシューのうまうまぎっしり破壊力が、うん、ちょっと今梅ペーストのね、うん、爽やかさを弾き返したみたいなところありましたけども、そんな中でも多少の爽やかさスープの中で演出してくれてましたね。これはやっぱり朝ならではのお気遣い、おもてなし、これは嬉しいですよね。あ、替え玉しておきましょうか。替え玉お願いします。はい、普通で大丈夫です。はい、ちなみにね、漫画コーナーはなくなってしまっているんですけれども、やっぱり塗り絵コーナー、名物のやつはあるんですね。これやっぱ見てて楽しいんだよね。な、何これ、めちゃくちゃどっさりフルーツとか、顔だけ、ルイージの帽子だけと、マリオの帽子と顔だけしか塗ってないじゃんパターンとか、これはカラフルで力作だね。右顔と右腕だけとか、あんまり塗ってなくても貼ってくれるんだみたいなこととかもね、起きたりしてます。いただきます。ありがとうございます。はい、替え玉普通になります。どんどんこう入れていきます。次はちょっとお酢、お酢入れてさっぱりさせるみたいな感じのこともね、またね、どん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 気分転換しながら味わえるのも嬉しいよね。お酢パターンもこれまでね、さっぱりとそれでて癖になるような味わいに変貌しますし、麺のさ、パツパツ食感、やっぱり気持ちいいんだよね。これ低加水麺っていうのかな。いや、うまい、うまいんだけど、ここで一個お知らせがありまして、山岡さんね、あのスープの量多いね。僕なんならスープがなくなるまで替え玉するみたいなことになれるのかなと思ったんですけども、普通のラーメン屋さん、替え玉ができるタイプのラーメン屋さんってもっとどんどんスープが減っていくイメージなんですけども、スープがね多くてまだまだこんなにあるの。だからスープがなくなるまでの替え玉は難しいかもしれないっていうお知らせしとく。そんで実はこう見ていくとトッピングもねあるんだよね。これ待って、今さっきまでずっと買え、あ、いただきます。ありがとうございます。いただきます。そうなの、替え玉しながらも、ほうれん草とか、ちょっと次の替え玉の時楽しみになってきましたね。じゃあドーンと、はい、でもう面接する時の角度のパターンがないから、こっからいくね。いや、さすがにね、ここまで来ますと味も薄まってくることが分かりましたね。麺とほうれん草をいきながら調味料を足していってガンガン攻めましょう。ほんとすいません、あの替え玉とほうれん草をじゃあお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。また普通で大丈夫です。普通で大丈夫です。はい、いただきます。はい、ありがとうございます。ほうれん草も1皿120円でトッピングできます。まだスープの量としては
だいぶ残ってる感じもするんですけれども、ほぐしながらで、回覧板1回1回の量もね結構多いの分かります？多いよねこれね、うん、今見てもらって分かると思いますけども、多くて、でさらにここにほうれん草を、はい、ほうれん草も多いよねこれ、すごいな山深井さん。やっぱりそうしましたら豆板醤入れて結構きて、さらに胡椒も追加で、ほうれん草がまさかスープを全部吸ってくれるっていうパターンがあるかも。じゃあこれ天地返ししてこうやって捨てちゃいましょうかね。やっぱり塩豚骨スープとほうれん草の相性抜群だよね。でこのスープ吸ったほうれん草抜群だよね。七味もちょっと振ってみます。最後はね、でラストほうれん草、うん、ごちそうさまでした。そんなわけで今回は替え玉が4杯、つまり麺5玉プラスほうれん草1皿でフィニッシュです。というわけで山岡屋さんにて朝からがっつりとガチンコの食べ方をしてまいりましたけれども、山岡屋さんで替え玉ができるっていうのも、あそうか、で朝だから朝の細麺の感じだからそうなんだっていう、このなんか裏メニュー的なものも堪能できた嬉しさそこにありましたし、いつも通りの超凶暴なギットギットな感じじゃないにせよ、やっぱりパンチ強いなという山岡さんのその感じ、美味しかった、朝から堪能させていただきましたっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、緑智子さんからのコメントで、イカ水ってどんな水ですか？イカ水はね水じゃないの、うん、そういう、ま、響きだけ聞いてさ、イカ水えどういう イカの水って思うかもしれませんけど、だ台風一家みたいなことかな、みんなが通る道、台風一家ってどんな家族なんだろうっていうやつ。ガクさんからのコメントで、山中をメガネ拭きとして利用されていると聞きました。そんなことするわけないじゃん、山中側にもメガネ側にも何のメリットもないコンボ。ラーメン毎日さんからのコメントで、チャンネル登録しようかでっかちゃんに相談することを諦めます。どうしたの、なんでその発想に至ったの、そもそもこのチャンネルの登録をしようかっていうのをなんででっかさんに相談しようと思ったのかな、そこよ。でっかさんも多分相談されても、うん、いいんじゃないって言うでしょうけれども、でっかちゃんさんも YouTube やってますから、俺のも、いや、相談というかね、相談するなら登録しないのかなとかって思われちゃうよ。キキ太郎さんからのコメントで、ハイジーさんって顔は無礼だけど礼儀正しいな、見ていて気持ちいい。あのさ、顔が無礼なの、僕顔無礼だったのかそう言われちゃったら無礼じゃないよってなんか否定するのも、どこが無礼じゃないんですかって言われるかもしれないから、自分で無礼でやってるつもりなかったんですけども、無礼だったのね。ただ無礼って言われた後に見ていて気持ちがいいって言われても気持ちは良くない。そして大輔さんという方がですね、いつもこのチャンネルのコメント欄でダジャレを送ってくださっておりまして、そのダジャレのね精度がねいつも高くてびっくりしてるんです僕。こちらね、大輔さんから、墓参りに袴いります、これさシンプルだけどおーってなるやつ、何これ、すごい気持ちがいいダジャレなんですけども。で他にもね、大輔さん、マイケルと横浜行ける、なんかすごくない、バシッと決まるの短文の中で、でこんなのが毎日あっていつも感心していた中で、急に僕さ、ボクサーなんだ、急にどうした？